じゃあ今日もね、くるっとね、楽しく。で、今日は初心者の人もいっぱい来たということで、あえて、簡単なダンスも含めて、ちょっとおさらいも、ターンとかね、みんな結構やったことある人もいれば、今日始めたよーって人もいると思うので、ターンと4歩っていうのをちょっとやってみたいと思います。では、早速、ぶつからない位置に、広がってください。どうぞ。どうぞどうぞどうぞ。OK。では、行きましょう。今からやるのが、皆さんでやるのが、4歩という動きです。4歩という動き、やってみるよ。こっちに4歩進みます。で、動いてた、この感じ。1、2、3、4。1、2、3、4。OK。ゆっくり説明します。まず1歩、そして後ろに1歩。で、もう1歩、揃える。反対いくよ。せーの。一歩、後ろ。一歩、揃える。できてるかな？もう一回確認します。せーの。はい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 。もうこんなの簡単だよって人は、しっかり手もつける。手もつける。これやってみよう。5、6、せーの。1、2、3、4、5。6、7、8。さあ、どうですか、どうですか、いけました。もっと高速でいきます。5、6、5、6、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。さあ、どうかな。3連続でいきましょう。3往復でいきます。5、6、5、6、せーの、1、2、3、はい、5、6、1往復、1、2、3、4、5、6、7、2往復、1、2、3、4、5、6、7、8。さあ、どうですか皆さん、真似できそうでしたか？ OK、 いけました。ではこれを音楽に合わせてやってみたいと思います。音楽に合わせてやってみます。音楽に合わせてやってみたいと思います。ではいきますよ。ポン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 。よし。Criminal undercover, don't pop like trouble breaking into your heart like that. No. Cool shake, summer, yeah. Oh, it all to my mother. Hot like summer, yeah. Making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. Okay. Okay. ありがとうございます。では、ゆうすけ先生、次、見たいと思います。いおり先生も、見たいと思います。そして、たけ先生も、あれ？なんか、いおり先生の後ろに幽霊みたいな人も、見たいと思います。たけ先生も一緒に見ますよ。では、皆さん、動いてみてください。では、ぶつかんない位置に、全身が映る位置に行ってください。ゆうすけ先生、しっかり見てるんで。行くよ。じゃあ、曲で行きましょう。行きます。5、6、せーの。こっち？あれ？ちょっと皆さん、うまくないですか？ちょっと伊織先生どうでしたか？はい、ね、みんな結構できてます。できてる子が多くて、とっても素晴らしいんだけど、もう一個できるとしたら、手と足を、なんて言うんだろうな、ちょっと歩く時に手と足がこうやって一緒に出ると、ぎこちない感じで、はいはいはい、この時の手と足がちょっとなんかどっちだっけってなっちゃう人がいるので、手と足出す方向一緒だよって、一緒だよってやったらちょっとやりやすいかもしれないので意識してやってみてね。すごい、伊織先生マジックみたいに出てきたね。テレポーテーションしてるんだね。竹先生、ちなみに皆さんのダンス見てどうでした？はい、みんな上手だよ。十分できてると思うんだけど、ちょっと名前がわかんないんだけどね、メガネの子がね、すごいよくって。山田くんかな、うん、山田くん。山田くん出るで、ね、いいね。何がいいかって、すっごい元気いっぱいで、体をね、大きい、ここでクラップみたいなやってたのがすごいよくって。手拍子ここじゃなくて、ここでやるよね。まあ、オリジナルでね、自分でね、独自でやってるんだと思うんだけど、
そういうのを出していけるといいね。あと元気いっぱいっていうのがすごいいいと思うので、みんなも真似してやってくれるといいんじゃないかなって思います。いや、ありがとうございます。そう、竹先生が言ってくれたのは、手拍子をちっちゃくやるんじゃなくて大きく見せるっていうのがポイントだとおっしゃっていました。ちなみに竹先生ね、世界大会4位になったぐらいのすごいダンサーさんだから、その方に皆さんは見ていただいています。 OK、 ではもう一度大きく体を動かす。さっきのいおり先生も言ってくれてた、こういう動きじゃなくて、ちゃんとしっかり手と足の動きを確認しながら、大きく1、2、3、大きく1、2、3、大きく、この大きく出すってのを意識してやってみてください。大きい動き選手権です。いいね。あの高谷とかはめっちゃ面白い。だからヘア、こんな感じ、1、2、3、ヘア、1、2、3、ヘア、これも一つのダンスです。オッケー、いいね。てか小太郎どんどん身長伸びてて、なんかすごい大きくなってる。小太郎大きくなってる。なんかいつも可愛い赤ちゃんみたいなところからもう大人になっちゃってる。どんどん、いいですね。ではいきますよ皆さん、4歩できる体勢になってください。しっかりチェックしてます。もうコウスケは宇宙なのか分かんないけど顔がすごいですね。いきますよ。音楽かけます、どうぞ。せーの。溢れすぎてる人がいてすごい最高でした。ちなみに誰ですか、オリジナリティ。オリジナリティ、あ、ジョーですかね。ジョーくん、オリジナリティダンサー。いいですね。タケ先生どうでしたか。いやー、ごめん、同じくジョー。同じくジョー。ジョーさ、どんな感じで4歩やったの。ちょっとさ、ジョーさ、4歩やってみようか。いくよ、ジョー。せーの。あ、ジョー君ありがとう。ジョー君ありがとうね。なんかなんだろうね、四歩ってなんだっけって思うぐらい、なんかぶっ飛んでるダンスで、正直先生たちみんなびっくりしました。まずジョー君に大きな拍手。素晴らしいダンスを披露してくれました。 OK、 では4歩を身につけたところで一度お水休憩タイム取りたいと思います。お水休憩、お水休憩取りましょう。いやジョーいいですね、ルカちゃんとノアちゃん、ルカノア ね、そう、ルカノア、うちの生徒。あ、そうなんだ。そう、すごい上手。さあ、コウスケがどういうことなんですかね。どういう、みんな黒くなったね、夏休みで ね、みんな黒くなった ね、日焼けしてるね。うん、コウスケはどういうことなのかな。コウスケはいつも宇宙になってるね。宇宙に行ってますね。うん、素晴らしいですね。いや、コウスケ君久々に会えて嬉しかったですね。今他の人たちどんな感じですかね、ちょっと聞いてみましょう。うん、いいですね。お、かなちゃん、いいですね。後ろでジョー何を見てるのかな。なんか、あ、桑田佳祐。桑田佳祐見てる、後ろ。あ、本当に桑田佳祐のコマーシャルですね。コマーシャルですね。はい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 。私生活バレバレですけど大丈夫ですかね。そうですね。はい、では、はい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 。ごめんなさい。よしよしよし。はい、では皆様、揃いましたか。お水飲みましたか。それでは次、ターンをやりたいと思います。ターンをやりたいと思います。ターンね、結構得意な子いるよね。リコちゃんとか結構ターン上手な感じの記憶がありますね。あの、ターン、こんな感じです。やったことある人も多分いると思うけど、見ててくださいね。足を一歩前出して、日輪刀を刺して、シャキン。さあ、周りこんな感じです。日輪刀を刺して、鬼が来た、シャキン。
水車。さあこれできるかな。これ何の呼吸だか忘れたけどね。水の呼吸何の方、何かの方、水車ですね。皆様水車を全員でやりましょう。全員立ってください。あ、2の呼吸、あ、 2？ 誰か鎌の炭治郎詳しい人いないかな。水の2の方か。水の呼吸2の方、水車行きましょう。はい、はい、行きますよ。では行きます。足出してチャージ。水の呼吸2の方、水車。さあ回れましたか。本当にちゃんと切ってるみんな、うん、はい、もう一回足チャージ出してる水車。さあ回れましたか、うん、ではこれを3回連続で回りたいと思います。なんかどう、水車くるん、水車くるん、水車くるん。さあ3回連続やってみますよ。いきましょう。5、6、5、6、せーの、水車くるん、水車くるん、水車くるん。さあどうかな、できましたか。結構いけてますか。いおり先生、たけし先生どうでした。いい感じです。もし水車の手持ってかれちゃいそうだったら肘で大丈夫。あ、そうだね、肘で回るっていうのが大事かもしれないね。たけし先生どうでした。くるんと回れてるんだけど、回った後に音とみたいにならない方がいいかなっていう感じ。そうですね、ピタって止まれると綺麗、ピタって止まれるととっても上手で、もしもあのうまく回れないなって人がいたら、肘で、はっ、鬼を禁じて、パーン、退治する感じで、伸ばしっぱなしじゃなくて、肘で回る。肘で回る。肘で回れるともっと早く回れます。では、いきますよ。もう一回やってみよう。もう一回やってみよう。3回連続ターン。いきます。足出して、チャージ。せーの、水車。チャージ、水車。チャージ、水車、うん、さあ、どうかな ?3 回連続回りました。お、いい感じらしい、いい感じらしい。では、曲に合わせてやってみましょう。ポン。皆さん大丈夫そうでした？いけるかな？ターンいけました？じゃあちょっとゆずけ先生見たいと思います。チェックインチェックインチェックインしたいと思います。ではいきますよ。ポン、いきます。せーの、出してチャージくるん、出してチャージ、出してチャージ、オッケー。さあどうだった、いおり先生と竹先生。いや、あのさっきよりもとってもあのブレずにブワブワってなんなくていいと思いました。みんなとっても上手くなってるって、ブレずにしっかり止まれてナイスダンスでした。竹先生どうでした。同じくです。同じく成長を感じてるそうです、うん、すぐ上手くなるね。すぐ上手くなるね、みんな。多分俺ね、あのかなちゃん、リベルタの芝のかなちゃんとか、あの小島ちゃんとか、俺初めての子、山田くんとかもね、初めての子いっぱいいると思うけど、みんなダンス上達めちゃめちゃ早いです。 OK、 では一度お水休憩取ってきて、またダンスの振り付けやりましょう。お水休憩取ってください。お水休憩取ってください。お水休憩の歌が変わりましたね。お水休憩。みんな取れたか。
かな？集合できたかな？これからダンスを一緒にやるよ。タカヤの猫ちゃん、めっちゃ可愛い。さあ、これから一緒にダンスしよう。